ようこそ、ゆず畑。高知県安芸市で、ゆずを栽培している、千光寺農園の千光寺久志です。僕はこの農園の代表者を務めています。高知県安芸市にある私どもの農園は、戦後、私のおじいさんが開拓して始めました。面積は400アールほどあります。その中でゆずが150アールあります。残りの10トンがゆずを絞ってゆずの果汁として出荷されています。うちは毎年ゆずの木を植えてます。で、毎年ゆずの収穫量は増えています。で、やっぱりゆずも青いゆずと黄色いゆずっていうのは香りも味も全然変わってきます。うん、青かったら青い時期の青ゆずっていうのは、はい、よりなんていうのかな、爽やかなフレッシュな香り。で、黄色いゆずっていうのはよりマイルドな香り、果汁もしますね。トゲがあるので気をつけてください、ね。ゆずのトゲが。Oh, yes. Wow. Look at these thorns. この畑は8月にグリーンユズ、はい、それで8万玉ぐらい取ってるんですね、はい、それでもこんなに残ってるので今年はすごくここは多いです。一度、はい、手前でパチンと切ってもらって、飛び出てる部分を手元でパチン、もう一度いきますね、はい。You cut the very first yuzu in your life, right? Yes. I think we should give this to your mom. Okay. Oh, that smells so good. うん、匂いもいいし、はい、味がやっぱ全然違いますね。ボトルで売られてる分とは、そのままもうそのままフレッシュワン。アヒロさん、get your fresh yuzu. We took, I took everything. Look at this, so many yuzus. Amazing, huh? Yeah. All right, now we're gonna go to the plant. Going to the plant. Thank you.取ったユズもあります。はい。これ。はい。で、まあ、農家さんがどんどん形状して。だからあれを移します。
に向かって植えます。常に果汁の季節があります。あれは絞れないやつ。あれは絞れるやつ。全部絞れるやつが上に。そう、全部絞るやつが上に来ます。ベスト出たわ。このような箱に入れられて、はい、玉として市場に出荷されるやつです。This is a final product going to be the store. Beautiful lady. Beautiful lady. Miss Yuzu. Miss Yuzu. Miss Yuzu. Konnichiwa. ピチピチ、体もピチピチなりますよ。これが一つ、一台作重機が全部で10台あります。これが1台が1時間に1トン絞ります。10台で1時間に10トン、はい、その後出てきた皮がカットされてこのような感じ。これが精油としてエッセンシャルオイルとして活用される皮で、もう一つ向こうがもう捨てる廃棄する残渣、そのような感じで。秋の柚子工場は日本で一番大きな柚子の作住施設になります。次のところですか。そうです。あ、はい、そのちょっと前を。なるほど。 Thank you so much. It was a wonderful day. Hiro-san, right? Now we're going to see the juice. Amazing. Yeah. And next time you have some delicious juice, this is a man, one of the farmers. So thank you so much. Arigato gozaimasu. Juice, huh? Take a look. Bokura no yuzu o tsukote miya.